ようこそ、順道の東北縄文文化研究会大湯ストーンサークルシリーズへシリーズ12は「神社はなぜそこにあるか」の長谷川明3分の3発掘された金鉱石はなぜ無視されたかです縄文時代に金はない縄文遺跡から金が検出された記録はありません しかし昭和17年に大湯環状列石を発掘した時遺跡から金鉱石が一緒に出土したと書かれています日本の環状列石、畑正明著大陸書房。その原本が次の大湯環状列石発掘史です人大文化研究所の発掘昭和17年 人大文化研究会と共同発掘した諏訪富田市ほかの地元の皆さん金鉱石の鏡地元諏訪富田市異物発掘場所の近くで深さ7尺直径4尺の縦穴を発掘したところ中には立派な鏡のごとく磨かれた金鉱石を発見。 しかし金鉱石が出たことはこの日誌だけです誰が金鉱石を無視したか文化財保護委員会の発掘昭和26年文部省議官東大教授明治大学教授国学院大学教授ほか この早々たるメンバーでしたが墓場説から抜け出させない枠壁を作った大きな力に仕向けられたのでしょうこの時から金鉱石は無視された悩み多い考古学者真実はこうなのだだけどメシのため 真実を話せない。信念と違うことを話さなければならない。世の中のすべての場がそうなのだそうです。神社の直角配列と鉱山。神社の目的、鉱山。 東日本にある石器時代住居跡と,と国から指定されている排斥以降のほとんどは神社群中心の位置にある神社祠は鉱山の位置を示す標識であったと考えられるつまり縄文時代から金鉱山は存在していた神社は八百万の神を祀っているところでした。 釈迦内鉱山の三神社三内丸山から黒潟山へ向かう神社で三神社がある内角が90.09度の極めて正確な直角な位置にあるこの神社の直近の位置には黒鉱を産出する釈迦内鉱山がある釈迦内鉱山は 1961年発見された鉱山ですが山市の間ではどんなに深い山で発見した鉱山でも必ず誰かがすでに掘った跡があると言われているストーーンサークル周辺は黄金これらの鉱山は金星のものですが周囲がすべて金山だった。太古から 借金や路頭の金があり行器も探したといわれる自然金がたくさん採集できたのに縄文遺跡から全く金が検出されない異常さは金が誰かによって厳しく管理されていたと考えられる謎の人たち縄文時代としては考えられないほどの優れた測量能力を持っていて 精密な神社の直角配配列で、神社を全国に配置した謎の人たちです。謎の人たちとは肉体を持った八百万の神たちかトライしたとも言われるシュメール人か誰がなぜ金が必要だったのか太古の世界は一つでした精神文化の時代 まだ物物質質文文文化化化になる前のこととです。精神文化と物質文化世界史は5,000年前からエジプトからメソトタミアの肥沃な三角地帯で始まった太陽神北条神崇拝で精神文化であった。 年前に一神教のユダヤ教が起こり約2,000年前にキリスト教とイスラム教が起こったこれらの一神教が物質文化を作って現在へと世界は一つだった。太古の精神文化の昔は地球は一つの国家だった物質文化となった 無数の国家に分裂した霊界物語世界が一つとは物質的な国家でなく精神世界が一つということお互いに心の垣根を外して内面でつながっていた現在のインターネットがクラウドで世界につながっているイメージ人間界は 3次元プラス時間で4次元の世界ですが深海あの世は5次元の世界です5次元は時間と空間がつぶれて存在しています藤原直也氏当時は時間も空間もなかったとなんとなく察しましょう大転換の直前5,000年前は精神文化の時代です 物質文化への大転換3200年前の直前で波動の大変化が起きていた波動の大きな変化で肉体を持った神や歴史から無視されたシュメール人などの多くの人たちが磁気エネルギーの変化で体調不良に陥ることになった「磁気エネルギーを発散」2007年「サイエンス」に。 宇宙船日の出の波動の発見に関するもので発見された波動はいずれも磁気流体波動のアルフレンナと呼ばれるそこで菌の摂取や身につけることで体内の磁気エネルギーを発散し体調を維持する方法を見いだしたそのために太古の人は菌をたくさん集め大量に消費した 金はどこに持っって行ったか。金はどうしたのか当時金は神たちによって厳しく管理されていたそれではその金はどこへ行ったのでしょうか一つ世界は一つであったから採集された金はそれぞれの地域に配布された物質文化ではないから現代人の貨幣 権威の象徴ななどではない2つ採集した金の一部は国内のどこかに隠されている可能性もあるもしそうならその隠されている場所はどこだろうか隠された場所を神社と直角配列で探ってみよう,みようオーユストーンサークルの直角配列この宮岳神田沢ポイント 万座から神田沢ポイント万座遺跡を出た青色線は白山神社を経由して内角89.70度と素晴らしい精度で神田沢ポイントに到着します神が決めた素晴らしい精度 野中堂から五ノ宮神社さらに野中堂を出た緑線は八幡神社を経由して90.15度と素晴らしい精度で五ノ宮権現神社に到着します五宮岳は、 神社の分布密度の極めて低い場所で神社配置は計画的だったことの決定的な証拠にもなる山内丸山と神田沢ポイント大湯ストーンサークルのほかに三内丸山遺跡から神田沢ポイントを結ぶ直角配列線は。 プラスマイナス1度以内の直角精度で56本もあります。この精度を上げて、プラスマイナス0.2度としても、17本もの直角線が存在します。500分の1確率です。この神社配列は、神田沢ポイントが計画的に配置されたとしか考えられない。 神田沢ポイントについて、五ノ宮岳の標高700メートル、敬太天皇の五ノ宮王子が修行しようと、山を登り消え去ったのは、五ノ宮岳の標高700メートル付近の薬師神社付近。 この標高に神田沢ポイントがありさらに地元の人々が毎年草刈りを行っている四角な四つ曲がりが目につく存在大日道武学ダンブリ長者伝説の主舞台は大日堂別名大オ目ル神社大オ目ルとはアマテラスオオカミの股の名です ユネスコ世界遺産になった大日動文学の五大尊部は金剛界お及び大蔵界大日如来が段ぶり長者に化身とあるなんとアマテラスオや大日如来が出てきます麓に多くの縄文遺跡五ノ岳の麓には多くの縄文遺跡しかも前期 5500年前までの遺跡も数多く存在します。神田沢ポイントの真下に縄文前期からの遺跡があります。中世にはユゼたてとして使用されたが不思議な形をしている。まだこれしかわかりません。しかし世の中変わりました。精神文化の世に。 世の中の二つの方向。宇宙の法則には、二つの方向があります。昼と夜、左と右、善と悪などなどです。遥か長く続いた全身の国と子たちの世も、3000年前、ついに、 悪神の万古代人にとって変わられた全身の国と子たち時代は精神世界の世だったが悪神の万古代人となり物質文化の時代となった振り子の原理この宇宙には振り子の原理があります見つるればかけるの通り 物質文化にも終わりが来ます3000年続いた悪神の物質文化の時代も終焉が来たようです再び全身国と子たちの精神文化の時代の到来のようです